かなり生々しいですねいや意外とアクションポーズさせるとめっちゃかっこいいね本当にねすごいしか出ないっすよ本当にかっこいいんだもんはいどうもゆトとぴの問い箱でございます今回はマフェックスのエヴァンゲリオン初号機覚醒バージョンの紹介をしていきます今回のレビューでついにマフェックス発売済みのエヴァンゲリオン最後になりましたねついに覚醒まで来ました名前の通りねエヴァンゲリオン新劇場版「ハに登場した 覚醒した初号機の立体化ということになります登場シーンとかはね少ないながらインパクトがあったのでねちょっと楽しみにしておりますじゃあ開けていきましょうはい取り出しましたマフェックスの初号機の覚醒バージョンですねまあ、見てわかる通り普通の初号機のリレコではあるんですけども禍々しい雰囲気で全然ね同じものとは思えないよね 顔に関してはもう目がやばい感じになってるので本当に雰囲気はね全然違います色とかも結構赤みがね綺麗ですねはいはいはいで紫のところもダーク目にね抑えられてる感じもしております はい顔はこんな感じでございます。目がね、もうやばいよね。真っ白の白目が飛び出てる感じになっております。あの焼いた魚の目みたいな感じですね。で口に関しては、アーマーの方がね開いてて、中のね歯がね食いしばっているのがよくわかると思います。ここ結構リアルというか生々しいですね。で基本的なね造形とかに関しては、普通の初号機とはあまり大きな変更はないのかなと思います。 角は相変わらず硬質なのでこの辺破損は注意です。後頭部にはエヴァ1っていうマーキングが書かれております。胸のアーマーとかの造形に関しては基本的に同じで色違いですね。で、アンビリカブルケーブルの穴もあったり、ここの。 エントリープラグのカバーのところですね。ここも外してエントリープラグの挿入のシーンの再現とかができるように付属品ついてるんですけど、あんまり意味がないかなとは思います。お腹周りもこんな感じです。アーマーの下にシームレスの素材がね、入ってるのも同じです。背中側は問題なさそうですね。腕に関しては、前の初号機とは特段ね、色以外変わりはないかなって思います。ちなみにこの左腕に関しては、取り替えることで、あの光のの光腕みたいなのと 切断された状態をね再現すすることができます肩アーマーもね造形は同じで緑のところが赤くなっております肩のこのマークも赤くなってますね腕のところのこのマーキングも同じように再現されております足もまあ特に問題はなさそうですねこの辺も初号機とは特に造形は変わりないですでこのシューズのカバーのところも問題なく再現しております足の裏も色変わってんのかな足の裏はまあ特に変化はないみたいですねはい比較していきましょう右 右がののエヴァンンゲリオン初号機の通常版ですね見てわかるとおり完全に色違いでございます顔のね造形が違うって感じですかね他に特に変わったところはないと思いますロボット魂のエヴァ初号機との比較に関してはまあこっちの初号機のレビューの方でやっておりますのでそちらをご覧いただければと思います ということで初号機の覚醒状態細かいとこまで見ていったんですけどもやっぱり造形に関してはかなり良さげですね迫力があるというかかっこいいっちゃかっこいいんですけどこの目とかがすごく不気味な感じもねすごくよく表現されてると思いますいや本当にね特殊な形態の初号機ですので特別感はめっちゃありますね可動範囲を見ていきましょうまずは首の回転は1回転します首の前後も かなり広いです肩の可動もだいいぶ広いですね肩回転は肩アーマーが胴体についている都合上1回転は難しいですね肘関節はしっかり曲げることができます腰の前後と腰の回転はシームレスの素材なのでちょっとねそれの都合で狭いかなっていう印象ですそして同じくあんまり動かすとここのシームレスの、ね、素材がねずれちゃうので押し込む必要があります開脚はかなり広いです 左右の開脚もだいぶ広いですね可動とか見ていったんですけども基本的にはやっぱり初号機とは変わりはないですねなのでそれなりにねアクションポーズは楽しめると思いますで懸念だった股関節とか足首の緩みなんですけどもこの覚醒バージョンに関してはそこまで緩みを感じなかったですねむしろしっかりしてるなぐらいなね印象がありましたねこの辺はね改善してるのかなと思いつつ この後に発売された13号機でまたねちょっと緩みがあったりするんで何とも言えないですね少なくともこの覚醒バージョンはね意外としっかりしております手首パーツを見ていくんですけども手首パーツに関してはちょっと複雑で通常の腕の手首パーツが全部で本体ついている開き手含めて4組付属しておりまして AT フィールドで作られた左腕の手首に関しては全部で5つ で、後で紹介するコアを持つための突起がついた手首パーツが1個だけ付属しております。で、こちらはシンプルな握り手首パーツです。こちら手刀の手首パーツです。こちら大きく開いた開き手パーツです。で、こちら AT フィールドの腕なので基本的に左腕しかついておりません。で、これ開き手パーツです。こちらもまた形状の違った開き手パーツです。こちら握り手首パーツです。ちょっとまた使いどころがわからない手首パーツですけど、おそらくね、AT フィールドをつ 破ときについてきた初号機の手首パーツのクリアバージョンでしょうねでこれが付属するコアを持つための手首パーツですね左腕の切断されたパーツもね付属しておりますこのように肉と骨っぽいのもね造形されておりますで腕のパーツ交換するときはまずこの肩幅を外しますで左腕を引っ張ってこうやって引っこ抜きますね そして切断された腕を差し込みますとこんな感じですねアンビリカブルケーブルも付属しております、まあ、正直ね覚醒状態のエヴァに使うかどうかって言われたら微妙ですけどね13号機以外毎回ついてくるこのエントリープラグのカバーが開いたものも付属しておりますしっかりここもねレッドに塗られているんですよねそしていつものエントリープラグもついております こちらエントリープラグの先っちょのパーツです。まあ一応エントリープラグとアンビリカブルケーブルのやつやってみたんですけども、まあ設定上絶対ありえないですよね。<laughs> ネルフの基地にいるとは思えないですからね。まあフェックスおなじみの専用台座も付属しておりまして、いつも通りエヴァンゲリオンの台座は軸が1個多いものとなっております。 ちょっと、ね、いろいろアクションポーズしていくんですけども映画を思い出すと確かねこの両手ついた状態でこの形態にはなっていなかった気がするんですよね覚醒する前に腕が切断されていたのでこの両手の覚醒形態に関してはもうマフェックスオリジナルかもしれないですね、まあ、これはこれでかっこいいので僕はねそこまで気にはしないかなっていう感じです いや、意外とアクションポーズさせるとめっちゃかっこいいね。覚醒状態の初号機で、こうやってゴリゴリ遊べるのってなんか初めての経験でもあるので、普通に楽しいですね。にしても初号機自体がかっこよすぎるのよ。切断された腕に交換してみました。これはね、いいよね。ある意味ダメージバージョンの初号機みたいな感じでね、これはね、結構好きですね。パックリね、切られてるんだなっていうのも面白いですけどね。それにしてもなかなかこの肉と骨の表現がね、妙にリアル。 ですよねまあ、その辺が素晴らしいっちゃ素晴らしいんですけどねちょっとね今回ねどんな携帯で飾るか迷いますけどねまあこの腕で飾ることはないかなということでこれ自己責任ではありますけども普通の初号機にこの切断された腕ね取り付けることもできるようになっております色は違うんですけどまあ雰囲気は出るかなって感じですかねまあモサがいればね切断された腕で塗っちゃうっていうのもありかもしれないですけどね 初号機の口が大きく開いたヘッドパーツも付属しております。かなり生々しいですね。口の中のね、色とか歯も、ね、しっかり造形されてるのが素晴らしいですね。 もしかしたらある意味メインかもしれないこの AT フィールドで生成された左腕でございます半分以上がクリアパーツ成形みたいな感じですね関節だけはさすがにクリアパーツではなくて白って感じですグラデーションとかも綺麗ですしねいい感じですね雰囲気としてはそして装着方法に関しては切断された腕の時と一緒ですこちらは初号機の頭上にね出現した輪っか ですね、これもねクリアパーツで整形されております輪っかについてはこの頭のこの辺に穴が開いてるのでそこに輪っかの支柱を刺すことで取り付けることができますこういう感じですねこちらコアが露出した初号機の胸パーツですね結構ねコアがね綺麗ですよねこれはいい感じですねで交換方式はまずここを外しますとそして普通にこの上に アーマーを取り付ければ完成です全部パーツを装着してみるとこんな感じになります。ある意味本当の意味での覚醒状態ですね。これはすごいね。行々しいというか、神々しいというか、もはやもう兵器ではないですね。いや、いいね。覚醒バージョンめちゃくちゃかっこいい。劇中でね、光の腕を生成したシーンとかめっちゃ思い出しますね。いや、すごいかっこいいわ。 なんか本当に悪魔的な感じもしつつ神様的な感じもしつつみたいな不思議なね雰囲気を持ってますよね、まあ、せっかくねこの AT フィールドを突き破るような手首パーツがあるのでちょっと引っ掻くようなねなんかポージングをやってみました意外とかっこよかったんでこれはこれでありかなとは思いますねまあ欲を言うとこの輪っかの支柱をもうちょっと透明度上げてくれたらね良かったかもしんないですねそれ以外はね非常に満足ですね 本本当当にに、ね、すすごいいいいしかか出ないっすよ本当にかっこんいいんだもん普通のね腕の状態のね覚醒の初号機ももちろんね良かったんですけども思った以上にねこの状態がねすごいめちゃくちゃよく決まるのでこれは買って良かったなって思います。 こちら、使徒のコアパーツも付属しております。これ、穴が開いておりまして、このように。で、手首の方にある突起をね、ここに刺すことで、劇中みたいに手で浮遊させてるようなポージングを楽しむことができます。はい、使徒のコアを持たせてみました。もう、新劇場版派の本当に終盤の終盤ですね。このように、こっち側の腕に突起があって、それで取り付けてるって感じですね。ちょっとね、位置調整とかがね、地味にめんどくさかったりはしたんですけども、 まあそこまで大変な作業っていうわけではないので良さげですねこういったシーンがね完成品フィギュアのこのエヴァで再現できるっていうのはなかなかすごいんじゃないかなって思いますはいリアルモデルのゼルエルをね置いてみたんですけどもまあ雰囲気は出るかなって感じですかねできればね進撃版のゼルエル立体化してくれたらね嬉しいんですけどねあとでっかい真っ赤な綾波のねフィギュアとかあればねもう十分です <laughs> はい、以上、マフェックスのエヴァンゲリオン初号機覚醒バージョンのレビューでした。いかがだったでしょうか基本的なところは普通の初号機と変わらないものの、カラーリングと付属品でね、かなり差別化されていたかなと思います。特に完全に覚醒した姿とかはね、めちゃくちゃね、かっこよかったですね。思ってる以上にね、かっこいいのでね、ぜひね、お手に取ってね、遊んでほしいなって思っております。そこまで すごい難点とかはなくて、まあ、あるとしたらちょっと手首の交換が硬いかなぐらいですけどそれは他のマフェックスのエヴァにも共通して言えることなのでしょうがないかなとは思っております。ということでこの動画最後までご覧いただきありがとうございます。よかったと思ったらいいねとチャンネル登録をしていただけると大変嬉しいでございます。それではユトピでした。ありがとうございます。